決勝終わりましたが、非常に残念な結果となってしまいました。最後、ちょっとリタイアせざるを得ないような状況ではあったんですけども、残り2戦で勝つべく、ちょっとテストの機会に、当てさせてもらって、頑張ってメカニックさん直してくれて、最後残り、コース上に出ることができて、新しいタイヤですとか新しいセッティングだったりとかいろいろ試すことができたので、結果は残念でしたけど非常に得るものもありましたので、ここで腐らずに残り2大会で絶対に勝って終われるように、したいと思いますので、応援してくださってる皆さんに対しては本当に申し訳ない気持ちもあるんですけども、残り2回、頑張って走りますので、また応援してください。ありがとうございました。